会社の生い立ちを伺いたいんですけれども、当時そのどういった時代背景で、どういうふうに社長が志されてこの会社を作られたというところ。合板を作る会社と、それにこういうふうな表面に貼り付けるのを事業としている会社に、バンボードという会社ですけどね、42年に佐賀県立の工業高校の機械科を出てね、昭和42年に。入ったんだけど、その会社はね、僕ら入った時は80人だったんですけど、毎年倍に増えていったんですよ。隣に古い電気の会社で戸上電機というのがあったんですけど、もうそれと並ぶぐらいの会社になりまして、まあよそもそうだけど、一斉にぐーっと住宅の、その玄関とか洋間ブームもあってね、ちょうどね、そんなのが流行りだして、で伸びていったんだけど、僕が入社して、そうね、北海道に行ったのが48年、石油ショック前兆、45年に小さな石油の小競り合いがねあったんだけど、イスラエルとどっかの国でね、北海道に調査に行ってきてくれて、1週間か10日でこういう工場を作るためにどういう会社があるかちょっと調べてきてくれって言われて、1週間ぐらいで調べ上げて帰ってきて、まさか自分が行くことになるなんて夢も思ってなかったけど、5月の末にやることになったから、吉田君お前建設員で行ってくれないかんばい、ということになってね、北海道にね、およそ1年帰ってきたら、もう何ちゅうか石油ショックの嵐でね、いつも立ってる建設用のクレーンがね、全然上に乗ってないもん。それくらい冷え込んでおりまして、ああ景気だねと思ってね、そしたら何の自分のところだって日の来るまでね、吉野君人を出らっしゃらないかいうことになって、僕は肩たたきをしなくてよかったんだけど、総務じゃないからね、技術の方でその縮小するのに応援をしてくれっていうことで、でもう良くならなかったから、だんだん下の方に持ってきて。いよいよ管理職の方もね、今の人数はちょっと多すぎるということでね、減らそうということになったのが50年の12月の正月休みの前に、銀行から派遣されている管理部長がね、今会社は現場はこれくらい人が減ったんだけど、これじゃいかんと、今度は管理職現場の人に対して管理職が多すぎるということで、管理職の希望退職を募るということで、正月休み考えてこいというようなことになりました。それで、自分もまあその前佐賀に帰ってきたら、ちょうど4月か5月に帰ったんだけどね、その年の。で帰ってきたらね、もうすぐまあね、不況の嵐でどんどん人減らしだなんだ、一切設備はならんということだったから、僕のする仕事って、保全は保全でいたからあんまりなかったんでね、あそこの辺をした方がいいんだけどなと思ってもね、お金はくれないし、でこのままじゃどうしようもないなということで、やめて、じゃあ何しようかと。とりあえず親父は百姓してたから、俺は飯は食えると、何もなければ百姓してもいいやと思いつつ、やっぱりね、今までやってきた技術を何か生かせないかなと思って、ブラブラしてるとね、いろんな話がこう舞い込んでくるんですね。その中で海の機械の方が、今3、4年で桃の腐れて錆びてね、海の機械海の機械とね、いうと、有明海ね、近場は海苔。その社長がそのサラリーマンを終えて、次のビジネス何しようかって考えられているところに、その海苔の機械に目をつけられたきっかけっていうのは、そこの経緯って何だったんですか？海苔の、もう海苔がめちゃめちゃ生産量が上がりだした頃だったんですよ。もう手で、それまではこう味噌天日で干していたのが、家の中で乾燥するコンベヤータイプのね、乾燥機というのが流行流行りだして、りだし
その入り出したかと思えば、はい、もう今度は機械が掴んでこうかける半自動タイプができて、うん、はい、僕は乗りのその機械に入って3年目ぐらいだったと思うけど、はい、全自動の今度は、はい、あの機械がね、はい、もうすごく流行って、乗りの機械はもうやめたらすぐそのなあの病院行って運動をつくのが一言でほら、はい、ね、会社の名前は、はい、見て大臣と決めて、その年の 4月には仕事を始めたんだけど、はい、それから初めてね、はい、2、3年後にもう陸上はね、はい、どんどん進んできたわけ。自動乾燥機とかなりつつある時に海の方がね、はい、まあ、まだまだやったから、うん、海の機械の合理化を進めようということで、はい、ポンプだ、それから竹を縫う機械の自動とかね、はい、竹を立てるっていうのが大変だったんだよね、はい、まあ、それも自動化できないかなと思って随分、まあ、勉強してたんだけど、5年目ぐらいにその新常細菌というのに出会ってね、はい、生産量がもうガタ落ちしてしまって、はい、まあ、それを機にこの業界って本当に伸びるだろうかってね、はい、思うようになって、3年に1回ぐらいね、はい、病気で結構悩まされて、はい、うん、秋のりと冬のりとあるんだけど、うん、2つともダメっていうのはめったになかったけど、はい、新常細菌の年はね、2つもまあ 50% ぐらいしか取れないで、お金の支払いがね、はい、届かったんだよ、あの漁連の、はい、有明漁連ね、はい、あそこの支払いを今まで散々待たせておいて、はい、うん、半分払うから、翌年のね、11月取れるから、11月末の支払いの手形で辛抱してくれる。うん、なんだ、銀行から散々お金ばかり借りてね、うん、大して儲けは売掛金で残ってしまうような仕事はダメだなと思ってね、うん、まあ、それを機に、やっぱり着実に、毎月仕事をこなして、うん、お金をきちっともらって、うん、もらえるような仕事じゃないというかということで、うん、個人じゃなくて会社の仕事を、はい、ね、なるほど、でそれもちゃんときちっとしたところのね、はい、仕事しないかんということで、うん、最初はどんなに厳しくてもいいから、うん、メンテナンスみたいなもんやってよ、もう、はい、うん、季節や天候によって会社の売り上げが左右されないようなビジネスを見つけようと、それで陸上の機械の方に行かれたんですね。そうですね。最初は部品の提供から始めた、部品と修理、部品と修理から、そう、企業さんが持っている全体の装置の中の一部分から修理、メンテナンスからしかスタートされたんですね。なるほど。じゃあこの大きい装置を一つゴンとこう収めるのに比べたら、そこの売り上げっていうのは7分の1ですか、うんうんね、今までは商品をガバッと売って、うん、はい、ちょっと手はかかるけどね、うん、少しで、売り上げが変わって上がってたのか、はい、今度もう修理手持ちにしか上がらないような、部品からは1割取れるのか 2割取れるのかね、でももう総金額がね、はい、本当に7分の1ぐらいの売り上げに、ね、振ってはいけるけど、はい、こんなので合うかなと思ったけど、はい、やり始めたらね、はい、やめるわけいかんし、うん、まあそうこうしてるうちに、はい、形あるものをどんどんね、うん、2年目ぐらいからもうこんなのできないか、あれできないか、あんなのとこ自動で、コンベヤーとかステンレス製のやつもやってたろうとかね、はい、こう来るようになって、あんずりよりうむは安くて、言われたのが、やり続けて、うん、辛抱するね。